タレント野々村真がフジテレビ系バイキングモアにリモートで生出演し、自民党の次期総裁選への立候補を辞退し退陣を表明した菅義偉首相に対して怒り混じりの言葉を口にしました。番組では冒頭から菅首相の話題に。野々村は、僕は申し訳ないですけど、もっと早く菅首相には辞めていただきたかったなくらいの思いですとバッサリ言った。ここで解散総選挙にしろ、人事を変えるにしろ、そこで1ヶ月、2ヶ月、国会も止まるだろうし、と一刻を争うはずのコロナ対策が置き去りにされかねない現状に危機感を訴えました。首相の専権事項である衆院の解散や、党役員人事など、数々のカードが封じられ、八方塞がりの状態で、事実上の退陣の見通しとなった。大物の政治家が、安倍さんに麻生さんに2解散。そういう人たちの言うことで、自分の言いたいことが言えなくなってしまう。一国の総理ですよ。その人がこの状況では何も言えなかったんだと、つくづく国民は悲しむしかないですね、と嘆きました。野々村は8月に新型コロナウイルスに感染。自宅療養の際に体調が悪化したものの、2度も緊急搬送を断られるなど、医療逼迫を身をもって感じた。一時は ICU に入り、苦しい闘病生活を過ごしただけに、生死をさまよった人間として言わせてもらいますけど、本当に今、この時点でたくさんの方がまた苦しんでいるんですよ、と主張したのです。菅首相が出馬辞退を表明後、報道陣の囲み取材で、涙を流した小泉進次郎環境省に対しては、小泉環境省にも言いたいけど、泣きたいのは、泣きたくても泣けなくて苦しんでいるのは、今本当に ICU に入っている人たち、亡くなった人たち、そのご家族、その人こそがこの政治のおかげで命を失っていることを絶対に忘れないでほしい、と最後まで強い語気で訴えました。普段は野々村の発言をいじることが多い MC の坂上忍も、まこちゃん、大変な目にあったから、そういう気持ちによりなるというのはよくわかります、と野々村の心の叫びを真剣に受け止めていた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。